はい。3人目と見られる男は今朝7時前、長野県飯田市の中央道飯田インターチェンジ近くで身柄を確保されました。今日未明には飯田市の JR 飯田線金谷駅近くでグレーのパーカーを着た不審な男の目撃情報が寄せられていました。この情報に基づき捜索していた警察は、この金谷駅から数キロ西にある場所で男の身柄を確保したということです。警察は夜を徹して捜索に当たっていました。逃走していた容疑者はこの3人と警察は見ていますが、確定されたわけではないため、万全を期して警戒を続けている状態です。今朝、市の防災無線で3人目と見られる男が確保されたという情報が流れたため、付近の住民は一安心だと口にしていました。昨日、殺人未遂などの疑いで逮捕されたベトナム国籍のグエン・バン・ズー容疑者は、警察の調べに対し、バッグを盗んだことは認めるものの、人を刺したのは別の仲間だとして容疑を一部否認しています。男の身柄は現在飯田警察署にありますが、今後埼玉県警に移送される見通しです。はい、岩井さんでした。末延さん、地域の住民の方は不安でしたでしょうね。うん、まあ、やっぱりね、埼玉は前にありましたからね、ペルー人男性 の事件がね、だから、まあ、今回はね、警察が動きが早かったということですが、まあ、やっぱ言葉の問題とかね、文化の違いがあるから、彼らもまた怖がるんですね。どういうふうに説明していいかわからないということでね、そういう意味ではどうやって外国人の労働者とか働く人をこの足らない部分を受け入れてるんですけど、どうやって日本の社会を受け入れるのかって、もう少し基本的なことから積み上げていかないと、ちょっと戻りにくいかな、かなりちょっと限界に来てる、その人その人対応してるので、それでこういう問題がやっぱり時々起きてしまうんだと思うんですね。3人はバラバラに逃走していたということですが、どういう原因が働いていたと思われますか？やっぱりなんか一人一人逃げた方が目立ちにくいと考えていたと思うんですね。外国人が3人集まっているとちょっとやっぱ目立ってしまうので、でもちょっとなんていうかこう、もう少し知恵の回る人であれば、都市部に身を隠すと思うんですよね、むしろ。ですが、こう田舎側に逃げる、人の少ない側に逃げるということをしているので、少しこうやっぱり焦っているというか、怖がっている気持ちというのは強いのかなというふうに推測をします。はい、今回の事件は何だったんでしょうか？はい、警察が使われている事件列で見ていきます。事件についてです。SNS で知り合ったベトナムです。入国しまして、ただ2014年の7月にビザが切れ、不法残留状態だったということなんです。でこのグレー容疑者、このように供述しています。現金の入ったバッグの中には金がありません。追いかけてきた男を仲間の誰かが刺した、まあ、ですから自分が刺したわけではないということで、殺人未遂に関しては否認をしているという状況だということです。はい、中野さん、階段の下で複数の男性が待っていたとすると、計画性のようなものも出てきますね。もし本当に待ち伏せしていたのであれば、まあ、計画性のようなものがあったとしても不自然ではないですが、ちょっとまあ不確かな部分が多いですよね。はい、まだ情報がよくわからない。ただ日本も
ちょっと変わりつつあるのかなっていう印象をすごく受けましたね。もうこれまで想定されているケースとは違うことが起きても不思議ではないというふうに考えると、やっぱりこれからは対処していきにくいのかなということをちょっと怖く感じますね。問題2つは、1つは、ね、SNS で知り合ったでしょ、うん、だから日本の社会のソースが人間関係が非常に薄いですね、集まっている人同士ですね、うん、もう1つはやっぱりお金のある余裕のある留学生もあれば、うん、働かなきゃいけない人もいるよ。で特に技術研修って名前で日本はビザで入れてます、うん、中国人が候補だったん でその部分をどういうふうに対応するのかっていうところで言葉の問題を含めてそのミスコミュニケーションが起きる、こういうのがやっぱ犯罪のね、背景にあると思います。また凶器も50万円の大金が見つかっていないということですが、番組の取材で新たな確認を得ることができました。つながるかというのはまだわからないというところなんですが、昨日その強盗事件の起きたアパートの一室、上里町です。その部屋と思われる場所をですね、直撃取材したところ、中からベトナム人の男性が出てきまして、このように話していました。逃げている一人とは友達、そして逃げていったのは4人、本当に4人なんですかと何度も聞きましたけれども、4人だと言いました。間違いないとまで言っていた。ですから、まあ、確保されているのは3人ですよね、はい、ですからどこかに消えた1人がいるのかもしれない、この証言が本当であるのかということになってくるわけですね。そして元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川太平さんはこのように話しています。同じベトナム人だからといって仲がいいから集まっていたわけではない、名前すら知らないかもしれない、日本に来ている外国人は稼ぎに来ているからお金にシビア、留学などで来ている裕福な同国人と揉めるトラブルは絶えないという話をしていました。坂田さん、今回の動機はお金絡んでると思われますか？そうですね、お金絡みだと思いますけれど、その CM 中にちょっと瀬野さんとお話ししてたんですが、これね、日本人が外国に行く場合っていうのを想定するとやっぱ同じ構造があるんですよ。というのは自分がフランスにいた時にも、日本人一番日本人が気をつけなきゃいけないのは同じ国出身である日本人なんです、実は。日本人でしょうか？日本人で例えば国とかからお金をもらって留学している人はまだ大丈夫、経済的に大丈夫なんですけれども、そうじゃない人もいるんですよ。ビザなしでノワールって言うんですけど、闇で労働していてもお金に切羽詰まっている人が詐欺のようなことをして日本人を騙そうとしている場合があるので、うん、
すごく気をつけなきゃいけない。僕昔ねアメリカ留学した時、やっぱりあの安い宿の残飯を拾って歩く日本のもう留学生の落ちこぼれた人、そういう人もいっぱいいました。まあ、異国で同じ国だとこうなんとなくこう警戒心が緩んでしまう。そうなんですよ。なかなかこれ上手にしてね。神戸山口組との対立も激化しています。先週の新宿歌舞伎町で流血騒動、福岡